自民党総裁選が27日午後に行われる。TBS、昼帯では、開始前の情勢を伝え、政治評論家の田崎史郎氏は、高市早苗氏支持に入ったと報じられている麻生派に、関して麻生派の人たちに、会長の意向としては、高市さんだと流しているわけですね、と指摘した。当初は麻生派は、基本的には、河野太郎氏を支持するとされていた。 恵俊明が遊ぶ派の高市市支持は1回目投票からか決戦投票からになるのかと聞くと田崎氏はそれは本人の解釈ですと指摘会長の意向の受け止め方それにどれくらい従うか常識的には決戦投票で一本化するということだと思いますよ1回目から剥がすと河野太郎さんや上川陽子は泣いちゃいますよと語った 以下は視聴者からのコメントでそもそも麻生さんに限らずキングメーカーの人たちはどの候補にも一定数字陣営の議員を送り込んでおいて様子見をし勝てそうな候補に最終的に絞ってその馬に乗る流れが主流だと思うので河野氏が乗られなかったのは文字通り見限られただけでしょうそうでもしないと前回の換算のように数年間冷や飯を食べることになると思うので とはいえ、こうした、長老議員の利権争いでしか、総裁の選抜に影響しないと思うと少し、歯がゆいですね。国民はあくまでも蚊帳の外。そこに、民主主義の言葉は生きているのでしょうか。国会議員の中で考え方がある程度を同じくする、議員がグループを組んで活動することは、自然なことだと思う。それも数百人いる、自民党ではなおさらだろう。 総裁を選ぶときにそのグループの力学によって投票先が決められるというのも党内の民主主義といえば違和感はないただその自民党の総裁がイコール総理になってしまうので多くの国民に違和感を生じさせてしまうでもあくまでも自民党内の選挙だからねそれは理解しないと1回目は河野なんかをしててしかも決選投票にも残れなかった 麻生氏でも力及ばずかという言われ方は辛いしね勝ち馬に乗るなら最初から麻生氏のおかげで勝てたと言われた方がいいから1回目から剥がしても不思議ではない財務省メディア大企業と一緒になって高い氏を貶めようとするのをやめなさい国民は気づいていますよ財務省がメディアや政治家を使って財政法四条を盾に 国民から税金を絞り取ってやりたい放題やってることを、そしてそれに乗っかる大企業と国防費を捻出させたくないチャイナの思惑を見抜いています。テレビや新聞、知ったかぶりコメンテーターなる無責任者が軽減税率8%の賄賂や脱税、法人税減税の見返りに変更報道を繰り返していることも、推薦人が集まらないという意味では、 斎藤健、野田聖子も青山氏も同じなのに消費減税青山氏はメディアが最初から全く取り上げなかったそして財務省と戦う姿勢を見せている高市氏のネガティブキャンペーンに必死諸悪の根源は財務省メディア大企業ジャイナ国民が増税で泣きを見るより河野が喜ぶ方が大事ですか田崎さん さすがメディアに登場する財務省の手先のお手本麻生さんは黒田官兵衛をルーツとしており必ず勝ち馬に乗る高市さんを選んだ選択は国民を熱くします選挙で自民党の勝利間違いなし高市さんのスピーチも素晴らしかった十分に期待できる高市が1位石破が2位でこれから 決選投票になる。このままだと高市が有利なのかなそれとも、石破になるのか日本を誰がリードするのかそれとも次の選挙に期待するのか大事な選挙が国民抜きが信じられない。国民が決められるようにするべき。党員・いうで講師が小泉に現状ほぼダブルスコアつけているので1回目から剥がす必要はないかもしれない。 油断禁物だとは思いますがそれにしても岸田派が反抗しというのは石破にとってかなり大きい感じはしますね小泉がほぼ消えたので今回は一安心かな閣僚は答弁が真面目に危ないので党の役職で野党から守るのかな石破が危ないのは8月に台湾行ってたことなんですよね岸田は海時官を台湾海峡を通過させるし 対中関係で高市懸念の論調がメディアにあるけど、石場の方が危険度は高市比で1桁上がるかもしれない。アメリカのナンバー3が台湾行った時に当時どれだけ騒ぎになったことか。心配しても後はどうにもならないので、小泉が亡くなったっぽいことで差し当たり、安心するしかないか。